こうアングル可愛いよ。おいおい、上一枚屋が続くね。やっぱ黒タイツいいな。ロングスカートのくせに、ちゃんとパンツが見えるように隠し上げてくれるのは何？サービス？黒？いや、わかんないね、黒タイツだと。まあ、色味的に白っぽくはあるけど、何がとは言わないが、目に飛び込んできたものの衝撃に顔が熱くなるのを感じた。悪い！お前悪くないだろ。どう考えても悪いのそっちだろ。なんでちょっと紳士ぶるんだよ。不可抗力だったんだ。でもそのすまん。それはまた別の。改めて謝罪はするけどさ、腕を上げるどころか、顔の向きすら変えられない穴のサイズ。絶対主人公を殺すまんじゃん。え、いつの間に寸法を測られた？そんなみちみちな落とし穴掘れるって何？絶対スコップとか使ってないよね。ボーリング機器とか使ってない？土木作業員の方？オーダーメイドなのかと疑うレベルの恐ろしいフィット感だ。落とし穴のオーダーメイドってなんやねん。顧客リストゼロ件だろ。助けてもらえないでしょうか。これで助けてくれたらおかしいだろ。こいつのせいだろ。落とし穴掘るなんて、港の先輩得だと思うんだけどな、キャラ的に。喋んねえな。わかるぞ。こんなのどうやって助ければいいんだってことだよな。俺も途方に暮れてるんだ。あ、まだ主人公はこの女の子のせいじゃないと思ってんだ。もう信じたくない気持ちはわかるけど、事実から目をそらしてはいけないよ。周りを掘ってもらえたり、じゃなくて、もうこれ警察呼んでくれませんか。え、なにこいつ？うざ。落とし穴にはめられてる人間を観察する日記みたいなのつけてんの。聞いてる？ここまで来たら自力じゃどうにも。それは直感。俺を見下ろす瞳は静かな光を叩いていた。そこには動揺も好奇の色すらない。好奇心もないんだ。じゃあ日記の線はなしか。何の目的もなく落とし穴に落とすやつはよくわからないな。そんな人の気持ち考えたことないからな。いくらなんでもこんな状況に直面すればもう少し違うリアクションがありそうなものだね。なんか仮にこいつが掘ったとしたら、やったーとかそういう喜びのリアクション取ってもいいのにね。ただじっと見ているっていう。さてはこの落とし穴、お前の仕業か。もう結論言ったの遅くね。優が隣の席なんじゃないかっていう仮説は一瞬で思い浮かぶのに、落とし穴の犯人は一瞬で思いつかないんだね。美少女は表情一つ変えなかった。その落ち着きが答えだ。おい、見ず知らずに等しい俺にこんな嫌がらせしやがるとはどういうつもりだ。昨日ハンカチ拾ってあげたよね。恩をあだで返すやつなのこいつ。嫌なやつだな本当に。もしかしてハンカチといい人間といい落とすのが好き、そのうち恋に落とすのも好きとか、そういうちょっとおしゃれなセクシーのキャッチフレーズみたいなこと言い出す。喋んねえのかこいつ。え、1ヶ月後の俺とかちゃんとこの子の発言とか拾ってツッコミできてんのかな。オール無言とかだと実況的に厳しいんだけど。っていうかこれ一人で掘ったの？ 2 メートルくらい垂直に？すげえなお前。ここに来て相手の称賛をっていうね。いやいやいや、思わず褒めちまったけど、他のやつが落ちたらどうすんだよ。オーダーメイドだから落ちないんだよ。どういう仕組みかわかんないけど、お前にだけ作用するセンサーとかで落とし穴が作動するんだよ。でもなくて、俺お前に罠を仕掛けられる理由とかないと思うんだよな。ね、せめて理由だけ言ってほしいよね。もう理由言ったらあと声優さんサボってていいからさ。せめてその理由だけ明確にはっきりしてほしいんだけど。喋んねえんだよな。あ、オッケーオッケー。そういう子ね。そうか、君はそういうやつだったんだな。黙って見てんなよ。俺にばっか喋らせてないで、なんか。おい。逆にスマホでこっちが撮りてんだよ、その画角は。それ、どこにシャッターボタンあるの？どうやって撮ったの？音量ボタンで写真撮る派？撮るな。面白くもなさそうな顔で、俺にスマホを向けた謎の女は、再び元の置物に戻る。こいつのカメラホルダー見てみてえわ。これで落とし穴の被害者たちがずらっと収められていたら、こいつの趣味確定なんだけどな。畜生、サイコパスめ。こんなことして何が楽しいんだよ。こんなことして何が楽しいんだよっていうのを楽しめちゃうのがサイコパスだからね。もう答え分かりきってんじゃん。楽しい。喋っただと？え？一言目楽しい？疑問形なの？初めて無機質な表情じゃなくなったのに、何こいつって顔すんのやめろよお前。腹立つな。初めて美少女が眉を潜める。全然楽しくはない。面倒なくらい。じゃあなんでやったんだよ。いや、もうパンピーには理解できないのがサイコパスの特徴だから。もうそれでいい。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。